久保さん今日ね驚き桃の木山椒の木ですよ久保さん。あのまあ今日ね友達みんなの銀行ねあの入金1,500円あったんですけどプラスなんとこちら。 利息5円入ってました <laughs>。利息5円です。利息 <laughs>。利息が入ってましたよ <laughs>。ありがとうございますって感じですね。まあ、久保さんはね、多分あの、すぐ、こう、下ろしてると思うんですけど、僕、そのままなんで、みんなの銀行の、あの、貯蓄金、貯蓄金利が0.03%かな。 引き上げ去年の12月か11月に上がったんですけど、三菱 UFJ とか大手銀行は0.0002かな。で、0.003パー。みんなの銀行。はい、10万ちょっとだけど、5円入りましたね。<laughs> はい、何もしてないけど。不労所得ですかね。不労所得とはしておきますか。不労所得。不労ですね。預けてるだけで5円入るっていうね。 うん、そう昨日の夜ね牛島くん見てたんですけど闇金牛島くん久しぶりにネットフリックスで <laughs> いやー牛島くんいいっすね闇金牛島くんもいいなそう闇金牛島くんのなんかのやつでその僕が見てたやつでそのあの女性の人がね ウェイトレスの女性の人がなんかお客さんが5円落としてねあの5円落ちましたよと大切ですよ5円みたいなでそれでその後それが最初の入り口なんですけどでその後いろんなそのいろんなことが起こるわけですよで最後なんかあの、まあ、すごい悲惨な状況になるんですけどその悲惨な状況になった時に まあ悲惨な状況で闇金牛島君がね取り立てするわけですよあの金5金0 0みたいなね財布から出してでなんか小銭が落ちるんですよねでそれ5円落ちるんですよで牛島君が「お前5円拾わねえのか」と「5円拾わねえのか」みたいな お金5円5円拾わなかったら戻れねえぞみたいな。みたいなね、セリフを出すんですけどね。この5円拾わなかったら戻れねえぞみたいな。だその一番最初の部位で、そのウェイトレスの女性が5円拾う姿を牛島君が見てるんですけど。いや、ほんとね、やっぱ。 まあ良かったなと思うのが、お金を勉強してきて良かったなと思いますし、そのお金の大切さ。だ昨日ねき、昨日多分、ペイペイあの、ヤフーショッピングで、なんか7万ぐらい買い物したんですよ。でもね、あの、戻りがね、マックスなやつは34%とかありましたね。買い物したやつの中で。34%。 戻っっててくるうソフトバンクユーザーはありがたいですねでも昨日は誰でも10パン戻るみたいなキャンペーンやってたんでソフトバンクユーザーじゃなくても10パン戻るみたいなうん,ううんみんなやっぱねお金について真剣にやっぱ 勉強してないんですよね。うん。大切なんだけど。大切なんですけどね。一番、多分ね、お金が一番大切じゃないかなと思うんですよね。うん。なんか、多分、この世に一番大切なものがあるんだったら多分お金だと思うんですよ。うん。いや、それは一番大切なものは愛です、みたいなね。あるかもしれないですけど。 僕はお金ですね。お金が一番大切だと思います。このお金が流通している世の中で生きているんだったらですよ。お金がない世界で生きるんだったら別にお金が一番大切じゃないとは思いますけど、お金が流通しているこの世の中で僕たちは生きてるので、うん、まあお金かなっていうところですね。うん。そう。お金が一番大切なんだけど、 それ以外のね大切なものもあるんだけどうんだ僕はねお金と愛,、まあ、愛とお金みたいな話をするならば愛とお金はリンクしてないといけないと思うんですよ本来であるならばでもそれを分離している人が多いんですよね愛とお金は別みたいな愛とお金は僕はね一緒だと思うんですよね まあ、分かりやすく言うならば、うん、ね、久保さん、ヤマトくんにいろんなものを買ったりとかね、まあ、あと、なんか、ワールドスクールでしたっけまあ、そこもお金かかると思いますけど、ヤマトくんのことを愛してるからこそ、うん、お金を使えるだろうし、うん、愛してるからこそ、 稼,がな稼,稼ぐ、お金のことをしっかり稼いで、しっかりとやるっていうのもあるだろうし、うん、なんかね、そこはね、分離しなくていいんじゃないかなと思うんですよね。愛とお金。うん。なんか分離してますよね。一緒でいいんじゃないですかね。うん。うん、愛があればお金はいらない。本当でしょうかと。 果たししてそうでしょうでょかと <laughs> 愛があればお金はいらないですかこれはね、ほんと、闇金牛島ん見てるとね、とか、南の帝王とかね、なんかその、そういうの見てると、うーん、まあ、あと、あれですよ、あの、あの、あの映画、なんでしたっけあの、なんとかドックス、闇金ドックスかな。 ヤミキンドックスゴアですね。ヤミキンドックス。ヤミキンドックスか。これ5はあ、これヤミキンドックスんとか、ヤミキンドックスもネットフリックス、あ、ネットフリックスありますね。ちょっと今日ヤミキンドックス、ネットフリックスで見よう。<laughs> ヤミキンドックスのゴアですよね。確か。あの、実話に基づいたみたいな。5はだったかな。多分5はだったかな。 5話じゃないかうん4話だったかなうんそういやほんと大事っすね、うん、やっぱなんか多分ねそのお金お金 お金を稼いで、お金が稼げるようになって、僕はね、あの破産していく人っていうのは間違いなく、その、いや、牛島くんが言った、その、その、5円拾わないと戻れなくなるぞ、みたいな。多分、その、そのセリフなんじゃないかなっていう。うん。お金を稼いで、さらにお金のことを真剣に勉強してきた人っていうのは、多分5円拾えるんですよ。だけど、お金稼いでも、 お金と向き合ってないというか、お金の、その、なんだろうな、心理。お金の心理ですかね。お金の心理ってなんか、いや、与沢さん出してたかな。お金の心理って、あ、余沢さん出しますお金の心理しようかな。多分、お金の心理,、ね、<laughs> 理に到達してない。まあ、多分ね、余沢さんもね、多分、拾うと思うんですよね。どうなんだろうな。 与沢さん1円拾うんじゃないかな 5, ?5 円拾うんじゃないかなどうなんだろうな多分分かんないですよ。分かんないけども、与沢さん拾うんじゃないかなと思うんですよね、5円。だここはね、結構問われると思うんですよね。うん。お金の真理。<laughs> うん。で前、与沢さんが面白い話をしてたんですけど、 そのあのフェラーリをね、フェラーリをあの自分でね、なんか車検受けに行きましたと、でその車検の話をしてたんですよね、海外で車検、その自分で車検をしに行くって言ってね、で、面白かったのがあの、自分で車検を受けると50万節約できるんですよみたいに言ってて、すごくないですかみたいな、自分でやったらね、自分のね、あのその業者にや,やらなくてね。 50万をくんですよみたいな。<laughs> そのなんか節約の額がちゃうなみたいなね。お面白かったですけどね。50万を組んですよみたいな。なんか自分でやってみ、やってみ、ユーザー車検か。そう、海外でユーザー車検やってみたみたいなね。話してて、50万を組んですみたいな。な言ってましたけど、ね、100円を組んですよじゃ50万を組んですみたいなね。なんか面白かったですけど、うん あそういうことを考えてるんだっていう50万浮いた浮かないっていう節約できたできないっていうのは考えてるんだっていうのはねすごくちょっと面白かったですけどねうんいやねまあお金もお金も稼げるようになってやっぱご縁を拾える人間でありたいですねうんでそうすれば僕はあのなんだろうな 間違った方向にはいいかないと思います、ね、そうお金で苦しめられるっていうことはないんじゃないかなお金が稼げるようになるなおかつそのご縁も拾えるっていう風にな,なってれば多分そのお金に救われるしお金うまいように使えるしうんお金をうまいように使えるってことは豊かに生きれるし。 まあ、な,なぜ豊かに生きれるかっていうとお金の使い方がしっかりできてるので得られる価値だったりとか得られるものっていうのが人より多いとだからより豊かになるとプラスお金を使うってことはあ世の中を回してるわけなので、うん、多くの人はねお金を使うっていうことは自分の財布からねお金がね搾取されるとかね消えていくと思ってるんですよ これも考え方としてはねでも自分たちがお金を払わなければそこで働いてる人たちの給料はないわけですよ誰もねいや俺の財布からねお金が抜けていく嫌だな嫌だな嫌だなと払いたくねえなまあ僕も思う時もありますよだけどもでもこれを払うことによってこれを売ってる人会社が儲かるしそこで働いてる人の給料になるわけじゃないですか うん前、誰かが言ってたんですけど、日本の景気を良くするのは簡単だと、全員が毎日外食すれば景気よくなるよみたいなね、<laughs> まあ、もちろん週に1回でもいいと、日本国民全員が外食すれば、あの一気に景気なんか良くなるよみたいな話してたんですけど、結、ま、局、あ、景気が悪いって使ってないだけでじゃないですか、うん、バブルの時ってあの、使ってたからバブルなんですよね、多分 みんなが使いまくってたからですよね、多分。お金がめちゃめちゃ回ってたからバブルだったと思うんですよ。うん。だから景気が悪いっていうのは、僕たちが景気を悪くしている。でもそれを会社のせいにするのかって話ですね。いや、吉谷さんと。いや、会社の給料が少ないから払えないんですよ、みたいなね。自分で稼げばいいじゃないですか。<laughs> 稼げるようになればいいわけで、そんなの。 いや本当ねお金の勉強はねした方がいいと思いますしあの闇金あの本当、ね、この3シリーズは絶対見る闇金牛島くんと南の帝王と闇金ドックスはこれ絶対見るべきですねもうこれ外せないですね <laughs> いや、まじでねこれを外せないと思いますようん南の帝王全部見る闇金ドックス全部見る闇金ドックスそんなないんで。 牛島君もね、まあ映画3本、4本か。そうあとはまあドラマのやつは、まあちょっとありますけど。いや、これはね、全部見た方がいいっすよ。うん。やっぱこれを見るたびにね、あのー、なんか、しびれますね。うん。 お金が一番大切なんだけど、なんだろうな。お金に心を奪われないというか、うんそこはね、なんか、分離した方がいいと思いますね。お金に支配されないっていうか、お,お金は大切なんだけど、お金に支配されないっていう。結構これも真理だと思いますけどね。お金は一番大切だけども、お金に支配されない。支配するのは俺であると。 う,う,うん、そういってらっしゃい。